皆さんどうもこんにちは、ガマラセチャンネルのチャチャです。突然ですが、皆さんはグランブルーファンタジーはご存知でしょうか？そうです、あの俳優の須田将暉さんが CM に出ていることで有名ですね。そう、あのグラブル将暉のグラブルのことです。ちょっとネタが古いですかね。まあとにかくグランブルーファンタジーという有名なアプリゲームがあるわけです。そんなグランブルーファンタジーは来年サービス開始から8周年を迎え、先日はグラブルフェス2021が行われ、さらに現在ドラえもんとコラボしており、今とても盛り上がっています。そんなグラブルですが、皆さんはグランブルーファンタジー VS という格闘ゲームをご存知でしょうか？つい先日ですが、なんとですね、グランブルーファンタジー VS 参戦キャラクターアンケートが実施されたんですね。これはどういうものかというと、要するにスマブラ投稿権みたいなものです。それで私が思うに、このアンケートはスマブラ次回作に関わると思いますし、もしこの動画を見て少しでも興味を持ったら、ぜひこのアンケートに参加してほしいなと思っています。ということで、今回はグランブルーファンタジー VS 参戦キャラクターアンケートについて語りたいと思います。とその前に、ちゃんとグランブルーファンタジー原作の説明をした方がいいよね。ではまず最初に、グランブルーファンタジーとは、2014年3月10日サービス開始、まだスマホゲームが黎明期の時に始まりました。プリンセスコネクトリダイブやウマ娘を手掛けているサイゲームスが開発運営しているソーシャルゲームです。あと数ヶ月でサービス開始から8年になるんですね。現在ユーザー数は全世界で2000万人以上とのことです。ゲーム性や世界観がいわゆる王道ファンタジー RPG であり、キャラクターデザインや雰囲気が好みであるというユーザーも多くいると思います。プレイヤーは空に浮かぶ島々を旅する気空士となり、伝説の島イスタルシアを目指してルリアやビーなど仲間と共に冒険するというストーリーとなっております。バトルの際主人公も戦いますが、なんとドラクエや FF のように主人公のジョブの変更や装備の変更もあるんですよね。また召喚石というものを使ってボス級のモンスターを呼び出して攻撃するシステムもあります。主人公のジョブや装備、仲間の編成、召喚石、これらが戦いにおいて重要となってきます。ちなみにですが、グラブルのサウンドディレクターは過去にファイナルファンタジーシリーズやクロノトリガーに関わられた植松信夫氏です。続いてグランブルーファンタジー VS とは、2022年2月6日に発売されたグラブルのキャラ同士が戦う対戦型格闘ゲームです。開発はアークシステムワークスがされています。アークシステムワークスといえばクニオくんやギルティギアの会社ですね。そのためグラブル VS のグラフィックはギルティギアに近いアニメ調になっています。格闘ゲームと言われると敬遠されてしまいがちですが、グラブル VS は全ての必殺技を一つのボタンで出せるような仕組みになっています。つまり複雑なコマンドがないため、格闘ゲームに慣れていない人でも楽しめることができます。現在参戦しているキャラクターは元から製品版に入っているものが11体、ダウンロードコンテンツキャラクターが13体で合計24体います。もしこれからグラブル VS を購入したいと考えている場合、 PS4 のパッケージ版が2種類あります。1つ目はレジェンダリーエディション、こちらはさっき言った DFC キャラクター13体含め24体のキャラが初めから入っているとてもお得なバージョンです。価格は6578円です。2つ目はサイゲームスグレイテストヒッツ、こちらは DLC キャラは入ってないけどお手頃な価格となっているものです。価格は2178円です。以上がグランブルーファンタジーおよびグランブルーファンタジー VS の説明となります。それでは本編に行きたいと思います。声もそろそろ元に戻します。ということで本編です。まず最初に言いますが、私はすでにアンケート投票を終えています。投票しました。これから何を語るのかというと、そのアンケートにどんな質問があったか話していきたいと思います。今後追加してほしいグラブルキャラを書くだけでいいんじゃないのと思われる方がいると思いますが、質問はそれだけではありません。一つずつ説明しますね。まず今後追加してほしいキャラクターは3つまで書けます。これについて思ったのですが、これはグラブル以外のキャラクターを書いても大丈夫なんですかね。まあこの質問の後の質問から考えると、おそらくグラブル以外のキャラを書いてはいけないのかもしれません。
もしかしたら一つぐらいは同じサイゲームスのキャラであれば大丈夫かもしれませんが、ものすごい難癖かもしれませんが、今後追加してほしいキャラクターを3つお書きくださいの文の後にグラブルキャラのみと書いた方が良いのではないのでしょうか。まあ、しかしながら絶対的に参戦できないキャラクターはいるでしょう。これについては後で説明します。それでこの質問の後にこういう質問がありました。今後コラボしてほしい作品をお書きくださいと。つまりもしかしたら今後別作品のキャラがグラブル VS に参戦する可能性があるということですね。これについて思ったのですが、これはサイゲームス以外の作品でも大丈夫ですかね。まあ実際スマホアプリの方のグラブルでは、まあいろんなコラボが過去にありました。過去にはストリートファイター、ペルソナ5、テイルズオブガチャピンなど、そしてつい最近では銀魂やドラえもんとコラボされています。そして現在、先ほども言いましたが、ドラえもんとのコラボイベントが開催中です。まあ他作品から格闘ゲームに参戦するならば、現実的なことを言うとサイゲームスの作品が一番有力だと思います。もしくはグラブル VS はアークシステムワークスさんが開発されているので、ギルティギアからの参戦もあり得るかもしれません。先ほどもこれから先もいろいろ話すのですが、皆様の好きなようにお書きください。ただし今から絶対的に参戦不可能な作品を紹介します。あくまで私個人の感覚ですが、これを参考に無公表は避けていきましょう。絶対的参戦不可能作品その1、それは任天堂作品です。というのもグラブル VS の対応機種は現在 PS4 と Windows のみです。まあ当然ですよね。いくらなんでもこれはないと思います。仮にグラブル VS が後日スイッチに出たとしても、クロスプラットフォームではあるので何があっても任天堂作品からの参戦はないと思います。ただもし後日グラブル VS のスイッチ版が出て、かつクロスプレイが非対応の場合、もしかしたらスイッチ版のみに任天堂キャラクターが参戦するかもしれませんが、ないでしょうね。あと任天堂作品について一つ気をつけなければならないことがあります。それはドラガリアロストです。ドラガリアロストは確かにサイゲームスが開発されていますが、これは任天堂の IP です。なのでドラガリも無理だと思います、残念ながら。続いて絶対的参戦不可能作品その2、それは馬娘です。最近はですね、馬娘がとてつもなく人気で、視聴者の皆さんの中には馬娘へ参戦してほしいと思っている方も割と多くいると思います。しかし馬娘からの参戦も無理だと思ってください。そもそも馬娘というのはかつて存在したまたは現在存命である競争馬を参考にしてキャラクターの名前や身体的特徴、性格が決められています。そして馬娘はその馬たちの馬主の方々の甚大なるご協力によって今日まで続いているコンテンツです。いくらなんでも自分が所持している馬娘が殴られたり切られたり、そんなことを馬主の皆様は許さないと思います。確かに RPG の方のグラブルでは来年馬娘とコラボすることが確定していますが、スマホの RPG とコンシューマーの格ゲーではわけが違うと思います。また格ゲーと馬娘のコンセプトは思いっきり違います。一応言いますが、スマブラじゃないんだぞ。結論を言うと、馬娘が、拳でバトルためには馬主さんの許可が絶対的に必要になります。なのでもし馬娘がグラブル VS に参戦したら、それは奇跡ですね。ただ実を言うと、オンラインロビーのアバタースキンの一つにゴールドシップがあるんですよ。オンラインロビーのアバタースキンなので、つまり戦わないのですが、一応馬娘のゴールドシップはすでにグラブル VS に出ていることになります。まあケースバイケースでしょう。続いて最後、絶対的参戦不可能作品その3、それは夢の国のキャラクターです。まあもはやほぼ説明不要ですね。夢の国がどのくらい著作権に対して厳しいか皆さんはご存知だと思います。最近だとスマブラに夢の国のキャラクターが参戦しましたが、あれは奇跡です。正直言って次回作のスマブラに出られないかもしれません。そしてスマブラ SP には、レイのネズミや犬、アヒルは登場していません。またダイブトゥーハートのステンドグラスのような絵ですが、原作にはレイの丸が3つくっついているマークが、その絵の中にはあるんですけど、スマブラ SP では排除されています。
が、空の持っているキーブレードについている鎖の先には、例の丸が3つくっついているマークがついています。なぜスマブラ SP にはここまであのキャラクターたちが出ないのか、私にはよくわかりませんが、一つの理由として挙げると、あのキャラクターたちはおそらく空より半径が厳しいと思います。しかし、スマブラ SP の最終的なあの状況でも、奇跡ということに変わりはありません。かなり話が脱線しましたが、とにかく格ゲーに夢の国のキャラクターを出せるのかと聞かれたら、皆さんは何と答えますか？まずは RPG の方のグラブルと夢の国がコラボして話はそれからでしょう。ここまで一つの質問について結構話しましたね。さて、語りたい質問がもう一つあります。それは、ご意見ご要望があればお書きくださいという質問です。これはとっても大切な質問です。はっきり言うと、もしグラブル VS をスイッチに出してほしい、またはグラブルのキャラクターやサイゲームスのキャラをスマブラに参戦させたいのであれば、その質問の欄に任天堂スイッチ版を出してほしいですと書いてください。はい、やっとサムネを回収しました。私個人的にはこのアンケートはとても重要だと思っています。任天堂機種に出てないゲームであり、かつまだスマブラ次回作の話はありませんが、もしスマブラ次回作が未来あるとしたら、スマブラ次回作発表の数年前、言ってしまえば今からでもユーザーである我々が動かなければなりません。スマブラにグラブルキャラを参戦させるためには、まずグラブルを任天堂機種に出さなければならないと思います。今の話を聞いて、何でもスマブラにつなげるな、不愉快だと思っているグラブルユーザーもいるかもしれません。しかしそんなグラブルユーザーにお聞きしたいことがあります。スマブラのことは置いといて、グラブルやグラブルバーサスを任天堂機種でプレイしたいですか？もしよろしければ、コメントをお願いします。以上で今回の語りたいことは大体語りました。私個人的には、今後コラボしてほしい作品とご意見ご要望の質問がとても重要だと思っています。いろいろ語りましたが、皆さんの好きなようにお書きください。ただし無公表は避けましょう。そんなアンケートですが、この動画の概要欄に URL を貼っています。アンケートの締め切りは12月26日なので、この動画を見終わった後でもぜひアンケートに参加してください。一応言いますが、私がアンケートに何を書いたかについてはアンケート終了まで語るつもりはありません。スマブラの話を関わらせたのでちょっとお知らせします。年内にスマブラ SP 全体の振り返り動画を投稿予定でしたが、申し訳ございませんが年内は間に合わなさそうなので、来年1月以降に延期するかもしれません。しかしスマブラ SP 全体の振り返り動画を投稿した後も頻度は低くなりますが、スマブラ雑談動画を投稿しようかなと考えています。そこら辺りの話は大晦日近くの YouTube ライブでお話ししようと思います。ということで今回の動画は以上です。もしこちらの動画を面白いと感じてくれたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、このチャンネルを拡散したりとか、このチャンネルの他の動画を見たりとか、そこら辺もねよろしくお願いいたします。 Twitter フォローもよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いいたしましょう。おつがま。